竹下渉でございます。自由民主党の公認候補として立候補予定をいたしております。私はもう生粋の田舎者でございまして、ともかくこの日本の田舎を守るということをずっと自分の政治活動の原点にしてまいりました。日本という国は田舎だけが良くてもダメなんです。都会だけが良くてもダメ、両方がしっかりして初めて世界の中で力を発揮することができる国だとこう確信をしておりますので、都会と田舎が両方しっかりする。今この国を見るときに田舎の疲弊が非常に厳しい、ですからよりこの田舎ということに重点を置いてこれから政治活動をしていきたいと、このように考えておるところであります。そしてその中で心の問題、これは都会に教えてあげなきゃならない、地域社会が残っている、人と人とのつながりが残っておる、その田舎の良さ、日本人の良さというものを、これは田舎からむしろ都会にしっかりと教えなければならないことであると、このように考えております。こうした考えに基づいてこれからも懸命の政治活動をやっていこうと、こう考えております。